第7代シャフツベリ伯爵アントニー・アシュリー・クーパーは、イギリスの政治家、社会改良運動家。クロプレイ・アシュリー・クーパーの長男として、ロンドンのグローブ・ナース・クエアで生まれる。1811年に子がいなかったおじの死去によって、父クロプレイが、第6代シャフツベリ伯爵となったため、伯爵くらいの法定推定相続人として、アシュリー教の儀礼称号を帯びた。ハーロー公 オックスフォード大学、クライストチャーチで学ぶ。1826年から1830年まで、オックスフォードシャー州ウッドストック選挙区選出の1830年から1831年まで、ドーセット州道チェスター選挙区選出の1831年から1846年まで、ドーセット州選挙区選出の1847年から1851年まで、 サマセット州バース選挙区選出の庶民議員議会ではトーリー党に属した1851年7月にシャフツベリ白尺位を継ぎ貴族院へ移る人道主義の立場から労働階級の状態の改善に努め1833年の工場法や1847年の十字架労働法の成立に貢献し貧民学校の成立や 福音活動に尽力した。ありがとうございます。